はいさーい、ウキチャンネルですということで、今日はなんと実はですね、沖縄を離れましてこちらに来ております。ヤンマースタジアム長野です。今日はですね、なぜここに来ているかというと、このお二人がなんとこの陸上のね、日本の陸上の最高峰という日本選手権を表彰ということでやってまいりました。ということで、この日本選手権の模様をですね、皆さんにご覧いただきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、ということでエンディングでございますけれども、途中からですが、ナオも来てます。ナオです。ということで、本当は競技場で行う予定だったんですけれども、忘れて打ち上げに来てしまいました。じゃあ、早速ですけれども、はい、福田さん、今回の結果と感想もお願いします。まあ、反省するところはあるんですけど、まあ、日本選手権走ってもらってすごい良かったなと思いますし、あとは、まあ、1位になったのもすごく良かったなと思います。タイム的にはまあ、ぼちぼちデンガナデンガナ、はい、合ってるって言ってた。まあ、良かったです。まあ、いい思いになりました。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、なかなか出る、ね、簡単に出れる大会ではないですね。そうですね。まあ、ジュピネルもね、来てくれた、はい、来ました。そして、磯子さんも来てます。はい、名古屋もね、ヨナロッキーの選手の、はい、レースもいただいたと思いますのでね。はい、じゃあまた次の動画で皆さんお会いしましょう。はい、次は沖縄かな。はい、さよなら。さよなら。さよなら。
Thank you.